皆さんこんにちは。こんにちは。名古屋の大須から全国にちょうど元気発信、オソロサイドルの大江志優です。はい、大田凛と伊豆さんももです。イエーイ。今日は、はい、高田芽衣ちゃんは諸事情によりいませんが、はい、今日はこちら、銀のアンサーを紹介していきたいと思います。ここは大須商店街内にある仁王門通りの入り口ですね、はい、の角っちょやります。これ今は夕方なんですけど、もうだいぶ売り切れちゃってるみたいなので、はいはい、今日は銀のアンの、名物であるたい焼きではなくて、はい、かき氷を食べていきたいと思います。はい、イエーイ。かき氷も、ね、たくさん種類あるみたいなので、はいはい、よしよし、はい、今日かき氷の日なので、そうだよね、はい、うちらの中では、はい、かき氷かき氷食べたい日なので、はい、行ってきます。行ってきます。じゃあ私はいちごミルクにします。はい、お願いします。ももちゃんは？私は抹茶ミルクにします。はい、お願いします。お願いします。え、すごい、いちごミルク、ありがとうございます。わー、すごい、おいしそう。おいしそうなんだけど、すごい。抹茶ミルクも食うよ。はい、あ、来ますか。ありがとうございます。ありがとうございます。これはうまい。大美味しいですよ。ね。すごい。よし、食べますか。はい。はい。ということで、かき氷がやってまいりました。わーい。ちょっとだいぶ溶けてきちゃったんですけど、食べていきたいと思います。はい。いきます。いちごミルク美味しそう。うん、え、これは本当に美味しい。え、銀のあんだからたい焼き、確かにメインはメインじゃん。はい、だからかき氷は、しかもミルクの部分しか食べない。え、はい、いちご感じます。マジでいちごミルク、果肉もそう、めっちゃ大きい果肉が入ってます。すごい、かわいい。たい焼き屋さんのクオリティとは思えないぐらい、うん、本当にそう、ふわふわですよ、この持った感じも。うん、美味しそうです。めちゃめちゃうまい。これはたい焼きもいいけど、銀のアンさんにしたらかき氷を食べる。はい、これから皆さんかき氷も一緒に、そう、これから夏だからね、はい、かき氷はね、はい、巡った方がいい。はい、銀のアンさんも行って、はい、ください。イチゴは本当に果肉がゴロゴロで美味しかったです。です。イエイ。はい、ということで選手交代して本題いただきたいと思います。私は抹茶ミルクにしたんですけど、ちょっとでも溶けてきてるけど、だいぶもうこのふわふわ感わかりますかね。結構ふわふわな感じです。いただきます。めっちゃ秘密ない？うん、なんか抹茶屋さんの抹茶の味がします、うん、あの何ですか、しっかり抹茶って感じの、うん、で、あのこっちミルクあるじゃないですか、なんでこう混ぜるとめっちゃいい感じで、わかる。はい、あのこの、はい、私たちミルクじゃん、はい、いちごミルクとこっちミルクじゃん、はいはい、そう、半分に分かれてるからさ、はい、ミルクはミルクだけでも食べれるし、はい、いちごはいちご、抹茶は抹茶だけで食べれるし、混ぜたらいちごミルクになりそうし、はい、めっちゃうまいよね、マジで。めっちゃ美味しいです。最高です。最高です。イェイ。かき氷屋さんのクオリティです、本当に。味が、うん、氷もめっちゃふわふわなので、うん、なんで、あの、味が美味しいので、もしね、溶けてしまっても
美味しく食べれます絶対に、そう、はい、この暑い日でも、ね、はい、もう溶けてきてるけど、はい、めっちゃ美味しい、はい、美味しいです、はい、店員さんも最高、優しかった、店員さんめっちゃ優しかったです、最高最高さすが大須ですね、さすが大須、はい、大須商店街は店員さん優しいです、はい、仁王門通りの入り口にある銀のあんさんに御社を開催していただきました、はい、かき氷もね、はい、そう、たい焼きだけでなくね、皆さんこれからは銀のあんさんに来たら夏は、はい、かき氷も食べておくれ、はい、よろしくお願いします、めっちゃくれ、めっちゃ美味しいので、はい、ぜひ私たち大須でよくライブしてるので、そう、ライブの前とかにね、買って食べて涼んでもらったら、仁王門通りの近くに富士浅間神社とかでやったりするので、はい、行きとか帰りとか展開の前とかに来て食べてみてください、はい、押してできるしね、はい、そうですね、ここにチェキをさしてもらって、うん、はい、楽しめます、はい、行った報告も待ってます、待ってます、はい、はい、ということで以上、おいしいのコーダニンとミルさんオーでした、バイバーイ。